重ゲト沙は、日本女子の陸上競技、元選手。専門種目は長距離走、マラソン。2012年ロンドンオリンピック。2015年世界、陸上北京大会。2017年世界、陸上ロンドン大会各女子マラソン日本代表。大阪国際女子マラソン2回優勝など。1987年8月29日、岡山県備前市出身。 小学校3年生時に陸上競技を始める。備前市立備前中学校を卒業後、全国高等学校駅伝競争大会では、例年競合チームの工場館高等学校に入学。高校時代は森正義ことぶきの指導を受ける。2年生時に第16回全国高校駅伝に初出場し、2区を走って区間7位。 新谷瞳から先頭で助けを受けた茂友は首位を守ったもののチームはアンカーで逆転されて2位に終わる。3年生時にチームの首相を任されて第17回全国高校駅伝に優勝。前年に続いて2区に登場した茂友は再び新谷から先頭で助けを受け区間2位の構想で優勝に貢献した。工場館高校卒業後は地元 岡山市の天満屋に入社。天満屋入社後は、女子陸上競技部に所属、先輩の坂本直子、中村由里子や、同工場館高校の3年後輩にあたる小原、レイラに混じって走り、地道に実力をつける。全日本実業団対抗女子、駅伝競争大会では、第30回、第31回と5区を走り2年連続区間賞を獲得。 特に第30回大会では、天満屋チームの初優勝にも貢献した。初マラソンは、当初2011年3月13日の名古屋国際女子マラソンを予定していたが、大会前々日に発生した東北地方太平洋、沖地震により大会が急遽中止に。1ヶ月後、2011年4月のロンドンマラソンにスライド出場して初マラソンに挑んだが、 調整失敗もあり2時間31分台で24位の結果に終わった。2回目のマラソンとなった2012年1月29日の第31回大阪国際女子マラソンでは国内招待選手として出場。レース中盤まで日本女子長距離走の第一人者である福祉加代子と並走していたが 27km 手前で遅れ始めた福祉を振り切ってからは 独走体制となる。その後も大きく崩れることなく2時間23分23秒の高タイムでマラソン初優勝を果たし、ロンドンオリンピック女子マラソン日本代表へ初選出された。なお天満屋の所属選手としては2000年シドニーオリンピック代表七位入賞の山口恵里、二千四年アテネ五輪代表坂本、二千八年北京五輪代表中村に続いて、 4大会連続でオリンピックの女子マラソン日本代表となる。しかし2012年6月下旬頃に右足首を痛めるアクシデントが発生。練習不足のままで同年8月5日開催のロンドン五輪女子マラソンに強行出場。女子マラソン本番レースでは1 5トル付近で一旦先頭集団の前に出る場面があったが、 20km 手前付近で集団に全くついて、行けず大きく離されしまい、苦しいレースとなる。感想は、何とか果たしたが、結局2時間40分台の79位と、惨敗だった。しかし、ロンドン五輪、女子マラソン開催より3年経過後の2015年11月、ウクライナ陸連は、当初5着だった、タチアナガメラの血液データを蓄積し、変化を調べる。 生体パスポートの検査で異常値を示したため、ガメラをドーピング違反と判定。ガメラのロンドン五輪五位入賞の順位、ウクライナ記録をそれぞれ取り消したため、同五輪、女子マラソンのシゲトモの79着の順位が78位に繰り上がった。ロンドン五輪から1年経過した2013年8月25日に北海道マラソンに優勝を目指して出場するも、 2時間51分台の13位と、完敗。それから約2ヶ月後、2013年11月3日、開催のニューヨークシティマラソンにエントリー。中盤まで3位争いに加わるも徐々に後退、女子優勝のプリスカ・ジェイプトゥから7分近く遅れての11位に、止まる。再起を期して、2014年1月26日の、大阪国際女子マラソンへ2年ぶりに出場。 15km 地点までは戦闘争いに加わったが、その後大幅にペースダウン2時間58分台の64位と不本意な成績だった。翌2015年1月25日2年連続3回目となる大阪国際女子マラソンに出走。立屋長めらシミルコ 20km 付近で追いつくが中間点近くの折り返し地点を過ぎたから徐々に遅れていき、 3 0トル過ぎでは、エレナ・プロコプツカにも交わされる。結果2時間26分台の記録ながらも、日本人トップとなる3位に入り、2012年の同大会以来3年振りの構想を見せる。しかし、同年12月に、当初3連覇だったガメラシミルコのドーピング違反による失格裁定により、優勝、プロコプツカ、二位、シゲトモと順位がそれぞれ繰り上がった。 同年3月11日、8月に開催される世界陸上北京大会女子マラソン日本代表へ日本陸連からは大阪国際でレース前半からハイベースの外国招待選手らに積極的についていった内容を高く評価され、自身初の世界陸上選手権に選出される。 だが、横浜国際女子マラソンで優勝した田中智美とのゴールタイムはわずか18秒の差ながら、茂友と最後の日本代表の座を争って落選したため、田中を指導する第一生命陸上部監督の山下幸子をはじめ、他増田明美、高橋直子などからも大きな意義が上がった。また千葉雅子は、今回の選考に関し、茂友さんがかわいそう。茂友さんは、 心から、やったという走りじゃなかった。田中さんは、実力がある。今後のレースで、ギャフンと言わせてほしいと、両選手を気遣うコメントを述べている。2015年8月30日、世界陸上北京大会の女子マラソンに出場。3 3トル地点あたりまでは、集団の先頭で引っ張る。積極性も見せたが、その後優勝したマーレディババラのロングスパートに、 対応できずに交代、メダル、入賞争いから脱落。結局日本女子では3番手の14位だった。2016年1月31日、リオ五輪女子マラソン選考会を兼ねた第35回、大阪国際女子マラソンに出場。4年前のロンドン五輪選考会時と同様、福祉加与子との一騎打ちが注目される。しかし 15km 過ぎに福島のハイペースから徐々に、 離脱され、レース後半は大きく失速してしまう。結果、優勝した福士とは、約8分差で2時間30分台の5位に終わり、2大会連続の五輪女子マラソン日本代表入りは、ならなかった。2016年12月23日の山陽女子、ロードレースハーフマラソンの部に、出走、6位ながらも1時間11分47秒のタイムで、 ハーフの自己記録を47秒更新した。2017年1月29日、4年連続5回目となる第36回大阪国際女子マラソンに出場。レース序盤はハイペースの先頭集団についたが、14km 過ぎで第2集団に下がって待機。一時は先頭集団とは20秒以上差がつくも、24km 以降からベースアップ。 2 9トル地点で単独2位に順位を上げ、レース後半に入り、先頭を走る堀江ミリとの徐々に差を詰めて、3 5 5トル地点あたりで堀江を逆転。その後は、シゲトムの独走となり、自身のマラソン記録更新はならなかったが、2時間24分台のタイムで、同大会5年ぶり2度目の優勝を果たす。なお、 大阪国際女子マラソンで2回優勝の日本選手は、渋井陽子、赤羽幸子、福士加代子に続いて、史上4人目となる。この好成績によって、同年3月17日、2017年8月開催予定の、世界陸上ロンドン大会女子マラソン日本、代表入りへ、2大会連続2度目の選出となった。2017年8月6日、 世界陸上ロンドン大会の女子マラソンに出場するも、20km 過ぎで優勝、メダル争いから脱落。その後も順位は上がらないまま、世界陸上は2大会続けて、日本女子で最下位の27位に終わり、これが現役最後のマラソンとなった。2017年11月26日、10年連続11回目の出場となるクイーンズ駅伝員宮城エロックアンカーで、 出走。結果的にこのレースが、重友自身現役最後のラストランとなった。同年12月19日、翌2018年3月末日をもって、現役引退し、所属先の天馬屋を退職することを表明。2日後の12月21日、記者会見において、重友は、ここで区切りをつけるのがベストだと判断しました。 自分の中では納得していますと笑みを浮かべながらコメントしていた。引退後の現在は市民ランナー、学生たちのランニング指導者などでも活動中。ありがとうございます。